でしょうね。これ高い買い物ですからね、随分ね。やっぱりですね、戦闘機を買う年、年というか、まあ、年度予算でね、割って、はい、国際化してやりますけども、そう、大きな買い物をするとですね、他へのしわ寄せがありますんでね。うん、だからやっぱりこういうものはですね、その BMD とかですね、うん、なんかちょっと別枠にしていただけないかなっていうのは、非常に思いますけどね。それどころか財務省真っ先に防衛予算切りに来ますからね。そうなんですよ。ただでさえ切りに今すごい嫌な顔してますどうしたんですか。いやそれはね、まあ、その私はその現場で働いてた人よく知ってるわけですよ。自分父親ですから。だからやっぱすごい、やっぱ現場のねモチベーションに影響するんです。しますよね、うん、それはもうね、だからもう結局やる気なくして、もうなんかテニスばっかりやってたりとかなっちゃうわけですよ。そうなっちゃってますよね、はい、それジョンネさんのお父さんテニスばっかりやってた。テニスめちゃくちゃするんですよ。いやそれいいんですか、そんなこと。ほっぱなくするんですよ、はい、省庁対抗テニスとかでも、もう財務省とか防護してそういうところで防護してらしいですよ。嫌すぎる。めちゃくちゃ強かったです。はい、はい、まあ、それはいいんですけど、はいはい、そうなんですが、現場にもねすごくやっぱり影響をするんで、でもそれでも現場はなんとかね、うん、与えられた範囲内で頑張ろうと思ってねやってますよね。だからね、やっぱり研究開発費がただでさえ日本は寒いんで、でそれにも関わらずこういう外から買ってくるものがガンガン入ってきてしまうと、はい、ますます研究開発費は切り白になっちゃうんですね。そうするとますますにも国内の装備品の開発っていうのは目をこうね塞がれてしまうという、はい、まあ、そういうのがありますね。確かにその買いたい欲しいっていうものはですねたくさんあるんですけれども、はい、そこのそのお金をどういうふうに枠をね作るかっていうところなんですよね。坂林さんの本をこの間読ませていただいて、例のオフセット契約ですよね、はい、要はその、まあ、設計図とね、まあ、ブラックボックスは提供するけど、それ以外はなるべく日本の部品を調達せよ、はい、例えばまあ5割とか6割とかやってくれとかなので、はい、まあ、韓国のF-15K でしたっけ、うん、あれがまあオフセットで、まあ、半分ぐらい韓国製だって言われて、はい、だからあんまりちょっと性能が良くないんじゃないかということも言われてるんですけど、まあ、そういうのはどうなんですか、 F-35 に関して。いやオフセットっていうのは日本もこれから、はい、積極的にですね検討しなければいけないと思うんですけど、はい、意外にですね政治家の先生とかもこのオフセットへの認識があまりこう、はい、ちゃんとしてないとか、オフセットでなんかこう、うん、なんて言うんですか、例えばその農作物とか、はい、そういうなんか資源を持ってるとかそういうとこがやるものなんでしょうみたいな、ちょっとまだ認識がですねちょっとこう広まってないんですね。だからこれ国会議員の先生みんな見てますから、これ議員の先生と今なんかぐらいのレベルの方でもまだまだその知られてない言葉なんですね。なんかもうちょっとそこを売れにしなければいけないんですけどね、うん、はい、だそういうまあ、はい、あれですよね、ボーイングの787みたいなもんで、あれ8割型日本製じゃないですか、はい、ああいうことができるんですよね、やろうと思えば。ただまあブラックボックス全開なんで微妙かもしれない、まあ、防衛に関してはまだですね、はい、そこちょっと別の枠なので、はい、これね本当ちょっと複雑なんですけど、今アメリカが NATO の枠組みの中でですね、はい、ちょっと物のやり取りをするっていう仕組みを作ってるんですね、はい、でそこでその国をランク付けしていてですね、はい、売ったり買ったりできるのがティア2っていう枠組みで、はい、買うことしかできないのがティア1っていう枠組みなんですけど、はい、うん、日本は、まあ、武器輸出三原則もありますので、はい、ティア1の枠組みなんですね、うん、はい、はあ、で例えば韓国とかはですねもうティア2に今昇格をしてまして、でそうなるとですねそのアメリカが、まあ、良くも悪くも勝手に作り上げたこの枠組みの中で、はい、ティア2になってる国じゃないと、はい、まあ、いわゆるそのオフセット的なですね、はい、ものはできませんよって今ルールを決めちゃってるので、うん、日本はそこに入っていくのかどうかという決断を今しなくちゃ、はい、まずいけないですね、はい、発言すら多分できない状況だと思いますね、まあ、そのために武器輸出三原則なんてああいうもう進学論争はとっととやめて、そうなんですよ、もう、ね、現実的な話をしなきゃいけないんですが、そうなんですよね、はい、でももう武器輸出三原則で揉めてるっていうのはもう韓国とかその必死になってティア2に上がった、うん、ような国にとってみれば、はい、もう何やってんのっていうような、いやもうしてやったりじゃん、そういう、ね、韓国からしたら笑い止まんないですよね、そうですね、そうですね、はい、はい、日本でだからまあその武器輸出三原則とか騒ぐ人が
またそういう人たちと仲いい人が多いじゃないですか、うん、ね、チャイナと仲いい人とかがそれで騒いでて、うん、わざとだろうみたいな思っちゃうんですけど、うん、これは気のせいなんでしょうかね。いや気のせいじゃないと思います安倍さんが増税決めるまではそういううまくいけそうだったのは、はい、増税決めた瞬間公明党が傘になってかかっていて、あれもダメこれもダメで、はい、もう最後の一戦が集団的自衛権みたいな、はい、うん、特定秘密保護法とかザルと呼ぶのもおこがましい紐法で通されて、はい、うん、って状況なんで。なるほど、うん、そうするとその F35、まあ、今これから共同開発名乗りを上げるか、まあ、単に買うだけになっちゃうかもしれないですけど、うん、ね、それだけは避けたいですね、だからうまくそこの日本がまあ、ブラックボックスはまたあるとしてもどれくらい、はい、まあ、関与できるのかっていうところで、うん、はい、まあ、今のところその三菱重工とかが、はい、まあ、できることになったっていうんですけど、それはどの部分ができるのかっていうのが大事なので、うん、そこはまだ多分はっきりされてないのではないですかね。まあ、ちなみにこれ F35B がその日本にもしまあ実戦配備されるとなると、まあ相当な抑止力というか、まあにはなるでしょうね。いや、まあ北朝鮮と交渉するためですよね、はい、まあ、それまでもね、この問題がついてるかっていう、まあそれもそうですね、拉致されてる人もお年寄りですからね。そうですね、本当はもう今すぐでも、ね、韓国にくれ、アメリカがくれてやったストライクイーグルこっちに起こせていたぐらいなんですよね、はっきり言えば。なるほど、ね、やっぱり安倍さんですら、アメリカが矛で日本は立って、アメリカ人死んでくれたら補給はしますみたいなことしか言ってないんですよね。なるほどね。だからそのドゴールがなんで大国復帰できたかっていうと、はい、パリ解放の先陣だけやってるんですよ、うん、拉致問題解放は先方日本がやらない限りダメですよ、うん、なるほどね。いや本当そうですね、うん、自国のことですからね、うん、ただまあ抑止という観点から言うとですね、はい、まあ、戦闘機だけがその抑止では、うん、まあ、ないですよ ね、まあ、当然のことながら、はい、やっぱり防衛ってバランスなので、うん、やっぱりその陸海空ですね。で、どうしても今その陸が、はい、ね、ちょっと軽視されているような風潮がありますけど、はい、やっぱりですね、こう守っている、うん、まあ、よくも悪くも専守防衛と言っているわけですから、はい、そこになんか結局泥棒もですね、監視カメラがいっぱい設置してあってもですね、うん、そこに住んでる人がもう弱っちょろい人だったらやっぱり行ってやろうかなって動機を与えるんですね、はい、監視カメラの目をくぐって、うん、はい、だからその監視カメラ増やすのはいいんですけど、はい、やっぱり中に屈強な人がいないと、うん、これ抑止にはならないので、ならないですね、そうバランスで考えないといけないですね。いや、その陸上自衛隊のその定員と予算とその他諸々の少なさ、うん、これをちょっと別の番組でもう詳しくやってくれって思うんですけど、ね、うん、次回じゃそれ言いますよ。いや本当そうなんですよ、はい、でも本当でもその空の話と、もう空と海は日本強いって、うん、それは港から出たら強いんですけど、米軍がついてきてくれての話です、うん、まあね、うん、なるほどね。まあその衛星のシステムからね、まあ、GPS とかですよ、うん、全部その米軍と同じものを共通で使ってるわけで、うん、まあ、だから日本はそのまあ米軍のまあ支援がなければ基本的には戦えないと、うん、これは玉上さんがそれこそ言ってましたけど ね、まあ現実それなんで、そこで反米言い出す人いっぱいいるじゃないですか、うん、はい、じゃあその GPS 切っちゃうよって言われたら終わりですよ。そうです、もうあっという間に。いや、だからその反米言うの勝手ですけど、じゃあ北朝鮮拉致問題を解決するのに、うん、そこで反米をこういう問題で言うことが解決になるんですかって私言いたいですよ、うん、現実に。なるほどね、うん、ちなみにその GPS は実際に湾岸戦争とかイラク戦争の時に切られちゃったんですよね、イギリス軍が。そんで全然出撃できなくて、でなんかヨーロッパはなんか独自の GPS を始めたらしいんですけど、はい、これも玉上さんが言ってました、はい、やっぱそうね、そう、握られてますからね。そうですね、そこはやっぱ自覚しないといけないんですもんね、うん、現実論で考えるためには。なるほど、まあ、航空戦力だけではまあなかなかやっぱりね、まあ、優位に立つのはまあ基本だとしても、それだけでなんとかなるってもんでもないですよね。バトルオブブリテンとかもね、やっぱりその航空戦力の活躍ってことが目立ちますけれども、はい、やっぱりその向こうにすごい強い陸軍がいたと、はい、戦車があるっていうことをすごくヒトラーは恐れたっていうふうに残ってるんですね、記憶が、はい、イギリス陸軍が弱いってあれデマですもんね、うん、はっきり言って。あ、うん、いや、ドイツっていうのが隣に強すぎるのがいたり、うん、日本と戦ったりしてるから目立たないだけで、はい、めちゃくちゃ強いですもんね、実は世界的に見れば。なるほどね、うん、そういう意味では、まあ、今回はね、ちょっとまあ主にその F35 の話ですけど、やっぱりその軍事ってやっぱバランスで考えないので、まあ、その空も強化し、ね、まあ、その陸も強化し、まあ、海も強化しですけど、まあ、バランスよくやっていかなきゃいかんというと、そこがあれなんですよ。だからすごいいい戦闘機を買うっていうとですね、そっちに予算をバーっていっちゃいますから、はい、そこがやっぱりお金なんですよね。それね、それね、そう
あの私それ実は聞いたことあって、あの昔防衛大学校の教授やってた柿谷勲先生って、あの柿谷大佐と我々弁論部の中で有名だったんですけど、柿谷さんがまさにその話をしてて、ミサイルがあるから大砲いらねえだろう、そう始まるらしいんですよ。そうなんです、まさに。で同じですよね、F35 があるから、あのアパッチいらねえだろみたいな話に、そういう問題になっちゃうらしいんですよ、ね。今私が一番恐れているのは、はい、この統合って言われてますよね、うん、はい、で統合運用は素晴らしい、統合運用に行こうって言うんですけど、はい、あれもなんかうさんくさいのは、うん、まさにその発想で、統合だね、はい、あの空の爆弾でみんなでやってもらって、うん、陸の爆弾いらないでしょみたいな、まあ、そういう発想になっちゃってるんですよ。だからミサイルがあればあの火砲いらないとか、はい、もうとんでもないことなんですよね、これは。